中期から後期にかけての武将北条氏の一門金沢隆北条氏の第三代当主金沢賢治とも称される父は第二代当主で鎌倉幕府の住職を歴任した北条真根時性質は足立安盛の娘千代の足立安盛が霜月騒動で粛清されたことにより筆則を余儀なくされたがその後に第九代執権 北条佐時の信頼を回復して復権。賢治の第二、金沢流北条氏は前世紀を迎えた。北条賢治母、北条佐根時の子として生まれる。父について、尊卑文脈や諸本の北条系図では、北条実村の子としているが、関康氏の著書によって誤りであることが交渉されている。昭和元年11月23日、10歳で、 徳掃家当主、北条時頼の邸宅において元服し、越後四郎時方と名乗る。文王元年に将軍家久し番主となって宗方親王に仕え、科学などの学問を学ぶ。この時までに賢治に改名したようである。文英二年以前に左近証言で伊勢守護に任命されている。文英六年四月二十七日に引き付衆となった後、 公安元年2月には表情集に加えられ、公安3年には、越後守るに任官。公安4年には、引き付4番当時にへと昇進。その間、左近証言、越後守るに任じられている。公安6年には、15以上に助任。公安8年11月17日、幕政を主導していた、足立安森らが内官僚、平立綱に滅ぼされた、下月騒動では、 安森の娘婿にあたる、賢治は、騒動には関与しなかったが、遠赤として連座し金沢家の領地であった、下嘘羽生省に陰性し、出家して、江日と名乗ったが、実際は謹慎処分であり出家したために、除名されている。永任元年4月22日に、執権、北条さだときが、平ら門の乱で寄妻を滅ぼした。その5日後の4月27日に賢治は、 鎌倉に戻って惑星に復帰し、10月には貞時が引き付を廃止して失踪を新設し、賢治は北条終戦らと共に任命された。永任2年には引き付4番当人に、永任4年には3番当人に加わり、赤橋官を与えられる。晩年は長年の激務から異病を患って、政務を知りくが、貞時の信頼は厚くたびたび指紋を受けたという。 昭安3年3月28日に死去。去年54。あと、この定秋が次、金沢北条家は引き続いて、徳宗家の熱い信任と抜擢を受け続けることになる。賢治は父に似て高学であり、金沢文庫の成立に寄与したという。ありがとうございます。